はい、どうも、ことです。今日はね、モノアイズのインターステートの解説をしていきます。BPM が105のチューニングはレギュラーチューニングです。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ最初のセクションのアルペジオを1回弾いてみます。はい、ここなんですけども、薬指と人差し指を、ここ固定して、薬指が、3弦の4フレット、で人差し指が、4弦の2フレットですね。ここはずっと押さえたまま、あとはペダルトーンを移動していく感じです。最初が6弦の開放。次5弦の2フレットですね。これ人差し指で同時に押さえてます。で次5弦の4フレットですね。これ中指で押さえてます。で最後5弦の開放です。はい、これの繰り返しです。はい、じゃあ次 B メロいきます。サビ前ですね。はい、ここパワーコードの、ルートの音を言っていきます。最初が6弦の2フレット、次4フレット、次5フレット、次7フレットです。でもう一回5に戻って、最後7フレットです。はい、じゃあサビの部分いきます。はい、じゃあここ順番にコードを言っていきます。最初が E メジャー、で次 B メジャー、次 C シャープマイナー、で最後 A メジャーです。はい、これの繰り返しです。じゃあ今回こんな感じで終わります。よかったら下の概要欄にギターの音作りのブログとか最近書いてるんで、よかったらチェックしてみてください。でまたチャンネル登録と、よかったら高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた。